群馬県のニュースをお伝えします。群馬パートナーシップ宣誓制度、過去最多の19組が宣誓しました。県が公認する群馬パートナーシップ宣誓制度について、2023年度は過去最多の19組が宣誓したことが分かりました。制度ではカップルが宣誓書を県に提出し、その受領カードを県が交付します。公営住宅の入居や医療機関での面会などの際に利用できます。この制度は都道府県では茨城県、大阪府に続く3例目として導入。2022年12月から同様の制度がある茨城、栃木と北関東3県で連携し、転出時の宣誓手続きの簡素化やサービスの相互利用を可能にしました。夏秋キャベツが54年連続で日本一になりました。7月から10月に収穫される県産夏秋キャベツの2023年の出荷量は22万3600トンで、1970年以降54年連続で全国1位だったことが農林水産省の調査で分かりました。大きな災害がなく天候に恵まれて生育が順調だったことが増加の要因とされています。夏秋キャベツは嬬恋村などの県北部で冷涼な気候を生かし、高品質な生産が行われています。2009年以降は出荷量20万トン超えを維持し、2位の長野県、3位の北海道を大きく引き離し、国内出荷量のおよそ半分を占め、首都圏にとどまらず全国各地に広がっています。動物愛護法違反で7人を摘発したことが分かりました。2023年に動物愛護法違反で群馬県警が6件、7人を摘発したことが県警のまとめで分かりました。すべて猫に関する事件で、内訳としては適切に飼育しないことを含む虐待が3件、捨てるなどの遺棄が3件です。地元住民や愛護団体といった第三者からの情報提供が多いといい、生活環境課は動物虐待事案への関心は高まっている、通報があれば適切に対処したいとしています。下仁田町に停めた軽ワゴン車の中で多数の猫と共に生活していた50代の夫婦が書類送検されました。車からは猫52匹と死骸18匹が見つかりました。多頭飼育崩壊の状態だったとみられています。猫は衣装ケースの中で窒息するなどして死んでいました。群馬県警は NPO 法人の刑事告発を受けて捜査し、夫は不起訴、妻は罰金10万円の略式命令を受けました。伊勢崎市で島村自然フェスタが行われました。利根川の豊かな自然に親しむ島村自然フェスタが2日、伊勢崎市堺島村の水目プラザ公園を会場に開かれました。かつての島村渡船フェスタの後継イベントとして初めて開催され、水辺の自然をテーマにした多彩な催しで多くの来場者で賑わいました。利根川左岸の河川敷では来場者がカヌーを体験、指導員からアドバイスを受けながら流れが緩やかな場所で水上散策を楽しみました。また陸上自衛隊のトカボートの乗船コーナーでは26人乗りのボートに乗り込んだ人たちが周辺を遊覧、小学生以下の子供たちが参加したマスのつかみ取りやステージイベントも盛り上がりました。自動車愛好家が集う第1回伊勢崎オートモービルフェスタが行われました。県内外から自動車愛好家が集う第1回伊勢崎オートモービルフェスタが2日、伊勢崎市の伊勢崎オートレース場東パーキングで開かれました。伊勢崎市内の愛好家が中心となって企画した初めてのイベントで、スーパーカーやクラシックカーをはじめとした自慢の愛車およそ240台を展示し、関東一円から多くのファンが訪れました。地元の伊勢崎町長文化祭で愛車を展示していた愛好家が実行委員会を組織、クラシックカーや特定の車両に限らず国内外の幅広い車両が集まり、愛好家同士が交流するイベントで県外からの参加者も多かったということです。以上、群馬県のニュースをお伝えしました。